どうもクーニンです。今日は徳島県鳴門市にあります室内練習場に来ております。鳴門プライベートジム、通称 NPG。 このジムに今回世界初のピッチングマシンが導入されました。見てください。なんと史上初のアーム式スライダーマシンとなっております。曲がってるね。こちらのマシンは吉田加工所の開発です。通称吉田式。アームの手が斜めになっています。こちらは世界初のアーム型のスライダーマシンを完成させた吉田さんです。吉田さん、こちらのマシンの特徴をお願いいたします。ドラムのカーブマシンには出ない、曲がりをするマシンです。人間が投げたようには曲がりませんが、それに近いボールを投げてると思います。ボールの手元に曲がってくるって感じですかね。そうですね、はい。大体どのくらい曲がってるんですか。そうですね、30センチ前後は曲がってるんじゃないかなとは。30センチ。はい、30センチ言ったら、あのダルビッシュさんが33センチですから、スライダーの曲がり幅がこのアームマシンはダルビッシュさん並みってことですか。そこまで言われるとな何とも言えませんけど。導入されてる高校とか球団ってのはあるんですか。ですね、ストレートマシンは一応プロ12球団。あ、全球団ですか。はい、あとメジャーにも何球団か入ってます。なるほどですね。はい、高校とか導入実績のある高校はあるんですか。ですね、徳島県内ですと小西さんの母校さんですよね。あ、僕の母校も入ってるんですか。入ってます。注文いただいて、多分クーニーさんも選抜のと新しいマシン来たんですよ。はい、はい、あれそうか、あの青いやつ。そうですね。じゃあ高校でもかなりな実績があって、プロ野球団の12球団もしっかりと採用されてるこのアーム式のマシン、はいはい、で今回はそのスライダータイプ、はい、世界初のアーム式のスライダータイプを今回打たせてもらうということで、はい、ちょっと僕も初めての経験なんで、はい、当たるかわからないですけども、はい、やらせていただきたいと思います。はい、お願いします。アームがこっち側向いてるからめっちゃ怖いですよ。スライダーしてる。あ、一塁側に転がしてるつもりなのに一塁側行かんな。よっしゃ。なんでやろ。バントいけんのにな。カラブル。どうやったら当たるんですか。で、僕どうですか。今ずれてますか。なんで当たらないのか今原因が分かってないです。センターからライト方向に打つようなイメージで打つと、はい、当たるんじゃないかなと思います。分かってきたぞ。ついに来たぞ、これ。
願いします。撮影僕は始めようか。あかんかんかん、すいませんよね。ということで、アーム式のスライダーマシンを打たせていただきました。最終的には当たるようになりましたけれども、やっぱり本当に吉田さんのおっしゃる通り、あの引っ張ってやろうとすると全然本当に当たらないです、はい、あの遅さ、そんで曲がり幅が30センチあるっていうので、多分僕はそれをこうなんかいつもの感じで打ってて、結果ポイントめちゃめちゃ前の方で引っ張ってやろうみたいなスイングで言ってたんで、ずれて空振りしてたんじゃないかなと思いまして、それを吉田さんの言うように宇宙間に強いだけ打つような感じ、はい、で、行ったところですね、このスイング軌道がそれで合い出してきました。はい、そうですね、はい、なんで、本当これプルヒッターとか、特に右バッターのプルヒッターアウトコースのに強いだけが打てない方とかは、これで練習するとめちゃくちゃいいと思います。はい、あとやっぱちょっと慣れるまで、あのアームが普通のやつだとストレートってこう綺麗に来るじゃないですか、はいはい、あれスライダーのやつがちょっとなんかこっちになってるんですよ、ちょっとね、斜めから出てくる感じなんで、はい、あの僕がこうまっすぐ、普通のやつがこうまっすぐとしたら、うん、手がちょっと僕の方向いてるんで、はいはいはい、あれこっち来んのかなっていう恐怖心もありますよね。なんでまずそのアームこのアームでやる場合は恐怖心消すためにこれでちょっとバントで合わせて、はい、で、かつ打球は宇宙間に強いだけ打つんだっていうスイングでいくと、ガンガン当たり出してすごい練習になると思いますので、皆さんもぜひですね、こちらの吉田式のアームスライダーマシン打ちたい方はナルトのプライベートジムまでお越しください。住所こちらになります。酸素カプセル、そしてジムプラスバッティングセンター、ブルペンなどありますので、ぜひ皆さん通ってみてください。それでは失礼します。これ今酸素カプセル入ってるんですけど、そんなに外と違いはないですね。ほぼ同じ感じなのかな。まあ、でもちょっとなんか気圧があるのか、耳が詰まるかな。あの飛行機乗ってる感覚？いや、それでもちょっと違うか。なんかまだでもちょっとそんなに変な違和感はないですね。何にも変わらないですね。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で駆